次は右手と左手交代しましょう。うん、片手ずつの連弾って楽しいね。二人で同じ鍵盤を使って。あまりやったことがなかったので新鮮です。あ、これですよ、さとみさん。え、羽沢コーヒー店の新しいサービスです。お店にキーボードを置いてお客さんに曲をプレゼントするのはどうでしょう。わあ、それ素敵だね。ちょっとお母さんに聞いてみるよ。